5月6日、月曜日15時から17時スクールオブロックの特別番組、衝撃告白。ナンバーアンダーライン愛が明かす14歳の音楽が彼らに与えた衝撃とは ?14 歳の音楽がこの番組のキーワード。青春の扉がそっと開かれ、14歳の心は音楽の世界へと飛び込んだ。その時、彼らはまだ知らない、 音楽が彼らの人生をどれほど変えることができるのかを。そんな14歳の現体験を探る旅が、私たちのゴールデンウィーク特番、JFN スペシャルライフタイムオーディオ2024マイファーストミュージック14歳のプレイリストで始まる。あなたは覚えていますかあなたが14歳だった頃、どんな音楽を聴いていたか。その時の感情、思い出、 そして夢。それが何であれ、14歳の音楽は私たちにとって特別なものでした。そして今、私たちはその感動的な旅に再び出発します。パーソナリティは、いつもの小森校長とココ教頭。そして、今回のゲストは、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ。彼らは燃えるような情熱と共に世界を目指して活動する3人組です。 彼らの音楽は何を語ってくれるのでしょうかそれはきっと未来を書く壮大な物語に違いありません。彼らの音楽は私たちに新しい視点を与えてくれるかもしれません。14歳の心には無限の可能性が秘められています。その可能性を見つけるために私たちはナンバーアンダーライン i のスペシャルインタビューを楽しみにしています。そして、 リスナーの皆さんもまた、ナンバーアンダーラインアイからどんな新たな話が聞けるのか、楽しみにしていることでしょう。彼らの音楽は、私たちに勇気と希望を与えてくれるかもしれません。この特別な番組では、私たちは14歳の頃の自分に戻り、あの頃の夢を追いかける旅に出ます。そしてナンバーアンダーラインアイの音楽が、 私たちの心に新たな魔法を紡ぎ出すことでしょう。そして、あなたはどんな14歳の音楽を聴いていましたかあの頃のあなたの原体験を思い出し、私たちと一緒に旅に出しませんかこの特別な時間を共有し、14歳の音楽を通じて私たちの心をつなぎ合わせましょう。そして、ナンバーアンダーライン愛の音楽が、 私たちに新たな夢と希望をもたらしてくれることを信じています。音楽は時空を超えて心をつなぐ魔法の言葉です。14歳の頃の私たちが出会った音楽は私たちの人生を彩り私たちを夢の世界へと誘います。ゴールデンウィークラジオ局の人気番組スクール・オブ・ロックでは 14歳の音楽をテーマにした特別番組が放送されることが決まった。パーソナリティを務めるのは男女混合ユニットナンバーアンダーライン l i のメンバー3人。次世代を担う彼らが自身の音楽体験を振り返り、現在の活動や抱負について語る。ナンバーアンダーライン l I は2019年に結成された10代のアーティストグループ。 音楽を通じて自分らしく輝き続ける姿勢や夢に向かって挑戦し続ける大切さをファンの心に強く印象づけている。今回の特別番組では彼らが14歳の時どのような音楽と出会いどのように成長してきたかを探る。14歳の音楽というキーワードにはきっと聴衆の心が大きく反響するはずだ。 思春期真っただ中の10代の若者たちにとって、この年齢は人生にとって重要な節目。音楽との出会いを通して、自分を発見し、新しい可能性に気づいていくのが普通だ。そして、彼らのような先駆者が、そのプロセスを生き生きと語ってくれれば、同世代の聴取者にとって大きな励みになるに違いない。ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人は、 音楽を通して自分らしさを発見し、夢に向かって挑戦し続けることの大切さを、自らの経験から熱く語ってくれるはずだ。14歳の音楽がもたらしたインパクトや、それが彼らの人生にどのような影響を与えてきたのか。そして、これからの目標や若者に向けたメッセージなどにも注目が集まるだろう。例えば、リーダーのゆいは、 14歳の時に初めてライブハウスに足を運び、そこで感動的な体験をしたそうだ。シンガーソングライターの楽曲に心を奪われ、自分もあのステージに立ちたいという夢が芽生えたという。同じように、メンバーの名は友人に誘われてロックバンドのライブに足を運んだことで、音楽への情熱が刺激されたと振り返る。一方、リンは、 14歳の時に親に連れられてクラシックコンサートに行き、生の演奏の迫力に魅了されたそうだ。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人には、それぞれ音楽との出会いや、音楽を通した自己発見の物語がある。10代の心を代弁するかのような彼らのエピソードは、きっと多くの若者の心に響くはずだ。自分の好きな音楽を見つけ、それに夢中になる。 そして、その思いを形にするために、自分らしい活動を始める。この一連の流れは、まさに10代の音楽体験そのものなのだ。そんな彼らが、自らの経験を振り返りながら、今後の目標や夢について熱く語ることになるだろう。すでに世界を意識して活動を続けているナンバーアンダーライン愛。彼らが描く未来とは一体どのようなものなのだろうか。 様々な国籍や文化の枠を超えて音楽の力で世界中を魅了することを目指しているのかもしれない。あるいは同世代の若者たちに勇気と希望を与え、音楽を通して新しい価値観を発信していくことを目指しているのかもしれない。14歳の音楽をテーマにしながらナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが自身の経験を踏まえつつ今後の音楽活動や 若者に向けたメッセージを語ることになる。10代の生き生きとした姿勢と音楽への情熱あふれるお話はきっと多くの聴衆の心に強く響くはずだ。彼らが描く未来に夢と希望を感じられるこの特別番組にぜひ注目していただきたい。この特別な音楽の旅に参加することはあなた自身の音楽の原点を見つめ直し、 新たな感動と気づきを得る絶好の機会です。14歳の頃のあなたが聴いていた音楽は、あなたの人生にどんな影響を与えましたかその曲がもたらした感情や思い出は、今も心に残っていますかナンバーアンダーライン愛の出演が楽しみでたまりませんね。彼らの音楽は、どんなストーリーを語ってくれるのでしょうか彼らが描く未来の世界は、 きっと私たちを感動させるものに違いありません。また、この特別な番組で放送される14歳のプレイリストには、どんな楽曲が含まれているのでしょうか。その中には、あなたが大切にしている曲や、特別な思い出が詰まった曲があるかもしれませんね。私たちも、それぞれの曲が持つストーリーや意味に耳を傾け、共感し合いたいと思います。さて、 14歳の頃の自分に戻り、あの頃の夢や情熱を取り戻す旅に出かけましょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽が、私たちの心に新たな希望と勇気をもたらしてくれることを信じて、この特別な番組を楽しみにしています。そして最後に、あなたに一つ質問です。14歳の頃のあなたが聴いていた音楽は、あなたの人生にどんな影響を与えましたか それは今もあなたの心に残っていますかぜひ、その思い出や感動を私たちと共有してください。音楽の魔法が私たちをつなぎ合わせ、新たな夢と希望を育むことを願っています。それでは、この特別な音楽の旅に出発しましょう。この記事では、14歳の音楽についての話題を中心に、ナンバ・ーアンダーライン・アイのメンバーの将来の目標や、 彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージなどについて詳しく紹介しています。また、生徒たちの音楽体験や期待、そして教師陣の思いなども織り混ぜ、読者の心に響くような仕上がりになっています。